はい、本日はですね、ホカオネオネのチャレンジャーロー GTX ワイドの紹介していきたいなというふうに思います。で、そちらがですね、こちらのスニーカーになってるんですけど、これがホカオネオネって言って、聞き馴染みのない方からしたらですね、なんか変わった名前で面白い名前っていうふうに思うかもしれないんですけど、結構最近は流行ってて有名みたいで、もともとフランスのブランドらしいんですけど、そんな能書きはいいので一回開けていきたいなというふうに思います。はい、こちらがオネオネになってるんですけども、もともと登山であったりとか、その山道を走るように考えられて作られたスニーカーっていうことで、岩場とかあるようなところを走るっていう結構過酷な状態で使うことを考えられてたりするので、めちゃくちゃ履き心地であったりとか、歩きやすさを求められてるスニーカーっていうことになってて、僕も一回足通してみたんですけど、すげーっていうのが何個かあったんで、その辺を紹介していきたいなというふうに思います。で、まずですね、こちらのモデルはですね、その他オネオネの中でもちょっと変わった違うタイプのモデルになってまして、これはゴアテックスのモデルになっているので完全防水であるということになってまして、このブランドが全てゴアテックスっていうわけじゃなくて、今回こちらはゴアテックスのシリーズってことになってるんですけども、今まで僕ジャケットとかはゴアテックスのお話ずっとしてたんですけども、今回スニーカーのゴアテックスって初めて購入したんで、どんな感じかなっていうのは楽しみなんですけど、やっぱスニーカーとか靴履いてて一番テンション下がる瞬間って雨の日とかで、服濡れんのとかは多少は許せるけど、もう足元の靴下びちょびちょになった瞬間にもう全てがどうでもよくなるじゃないですか。あの状態ってもう一日でやる気なくなる瞬間やと思うので、靴がゴアテックスっていうことはしっかり足元が濡れないので、それは嬉しいなというふうに思って購入したわけなんですけど、僕もどれぐらいまでが防水でどれ以降が濡れるんかちょっとよく分かってないんですけど、これから履いていってどれぐらいまでやったら全然いけますよみたいな話はできると思うんですが、もちろんこのアッパーの部分とかは全然大丈夫だと思うんですけど、このシュータンの部分の隙間とかから履いていったら濡れるんちゃうかなとか思ったりするんですけど、それはちょっとどうなんか分かりませんが、一応ゴアテックスというここにロゴはあるんですが、ゴアテックスを採用しているということになってます。で、次の特徴がですね、こちらはアッパーの部分がですね、ヌバックというレザーを使ってて、履けば履くほど自分の足の形に馴染んでいくというか、折りじわがしっかりできたりとかするので、ただゴアテックスの防水のスニーカーですっていうわけじゃなくて、履けば履くほど自分らしく曲がっていったり形が変わっていくっていうのが少し楽しみかなというふうには思ってるんですが、このホカオネオネって他のシリーズとか全部は知らないんですけど、何個かはこのアッパーにレザーを使ってるやつとかがあったりするので、その辺とかも多分おそらく考えられては作ってるとは思うんですけど、あんまりスニーカーで革の素材使っててなおかつハイテクなシューズって結構少ないかなと思うので、珍しいブランドやなというふうには思ってます。でですね、こっからがやっぱり他と違うなと思った部分なんですけど、足元のホールド感っていうのがめちゃくちゃすごくてですね、先ほど言ったみたいに過酷な環境で履けるんであれば、それ以外の環境はどんな環境でも履けるっていうのがテーマというか一応文言になってるので、確かにパッて履いた瞬間、これやったら山のところでも走れるし、街中でもガンガン走れるやろなと思いますし、でなおかつ岩場とかそういうところを走るトレッキングというんですかね、その山場の岩場を走ったりすること考えられているので、ただただ走りやすいだけじゃなくて、しっかり足元のホールド感っていうのがあるっていうのが、このシューズの特徴かなと思うんですけど、結構いろんな機能がこのホカオネオネにはあってですね、メタロッカーテクノロジーっていうのがあって、これはですね、見てる分には全然わからないんですけど、履いた瞬間わかるんですが、このスニーカーがもう完全にこう極端なのし、これぐらい曲がってる感じするんですよね。こういう状態になってるから、ちょっとでも体重前にかけた瞬間も足が進んでいくような感じになってて、見てる感じはそこまで言い過ぎやでっていう感じだと思うんですけど、履いた瞬間もうこんな足のソールしてんちゃうかなっていうぐらい、もうつま先が空向いてんちゃうかなっていうぐらいなんですけど、それがメタロッカーテクノロジーっていうことらしくて、さらにそれ以外にもクッションミッドソールって言って、このミッドソールがめちゃくちゃ分厚いんですけど、それによってさらに吸収性、地面のガタガタのメッチとかを吸収してくれたりとかするっていうのがあったりとか、もう本当にあと何個もテクノロジーがあるので、それはこのブランドでしかないようなテクノロジーっていうのが詰まってるみたいなんで、僕も街中とかで結構おしゃれな人これ履いてはんなみたいな感じで思ってたんですけど、こう見た目がいいだけじゃなくて、僕どっちかって見た目そんなかっこいいと思ってなかったんですけど、どちらかというと履き心地の方がすごいなっていうのが実際履いてみた感想っていうことになってて、今のところ防水やし、ヌバックのレザー使ってるし、履き心地めちゃくちゃいいし、履き心地に関しては僕今まで履いた靴、スニーカー、サンダル全てにおいてこれナンバーワンやって思うぐらい履き心地、ホールド感っていうのはいい、良くて、ただですね、一個弱点というか、これデメリットっていうか、ちょっとどうしようもない部分やと思うんですけど、これゴアテックスを使用してるっていうのもあって、値段が結構割かし高めっていうことで、これが一足で25,000円の税っていうことになってるので、大体今やったら27,000円ぐらいと思うんですけど、スニーカーで27,000円って結構高いかなというふうに思いますし、ゴアテックスを採用してたらそんなもんやでっていう方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりそれぐらい履き心地とか歩き心地とか防水性とかを追求しちゃうと値段は上がっちゃうと思うんで、その辺はちょっとどうかなという感じでは思うんですが、機能面に関してはもう全く今のところは申し分ないかなというふうには思ってます。で、さらにですね、こちらのアウトソールになってるんです。
ですけど、このアウトソールの溝っていうのが他のスニーカーとかに比べると深い溝になってて、一応4ミリの溝っていうことになってるらしいんですけど、この4ミリの溝っていうのがどんな溝なんかちょっとはっきりわからないと思うんですけど、この溝があることによってグリップ性とかも高まったりするっていう風になると思いますので、今まで触った中では一番凹凸があるというかボコボコがあるっていうような感じかなという風に思います。で、僕自身もですね、今までハイテクのスニーカーっていうのは基本的に動画では紹介しなかったんですけど、まあ、20代前半とかは結構ハイテクのスニーカーをずっと履いてたりしてて、ハイテクを履いてるってなっちゃったんですけど、まあ、ハイテクを履いてたりしてたんですが、まあ、20代後半ぐらいかは結構ローテクが多くて、あんまりハイテクのスニーカー履かなくなったんですけど、パッてやっぱ久々にこういうハイテクのスニーカーを履いてみたら、やっぱりすごいなと思って、履き心地が全然違うし、なおかつこのブランドに関してはちょっと飛び抜けて履き心地がいいなというふうに思ってますので、まあ、これから着用してみてちょっと悪い部分とか、まあ、逆にいい部分とかっていうのが見つかるかもしれないので、まあ、着用してみてから1ヶ月後、2ヶ月後とか何週間後っていうのはまた動画で出すつもりなんですけど、まあ、今のところは全く不満がないということになってて、まあ、唯一値段がちょっと高かったかなという感じで思います。ということになってますので、まあ、サイズ感としては至って普通のサイズ感で、まあ、ナイキとかと同じような感じになるんかなということに思うので、特別小さいとか特別大きいとは思わなかったです。はい。ということになってますので、本日はですね、ホカオネオネのチャレンジャーロー GTX ワイドの紹介をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。